リシャール・デ・タンプは、フランス・ブルターニュ公国の貴族。ドルー家の一員で、リシャール・ド・モンフォール、リシャール・ド・ブルターニュとも呼ばれる。ベルッテュー・ハク、ブノン・ハク、マント・ハク及び、エ・タンプ・ハク。ブルターニュ・コージャン4世と、その3番目の妻で、ナバラ・オーシャルル2世の娘であるジャンヌの間の、第8子、4、男として生まれた。ブルターニュ・コージャン5世、アラン・ソン・公。 ジャン一世妃、マリー、アルテュール三世の弟。1399年に、父が亡くなると、後見人のオリビエド・クリッソンの計らいで、他の兄弟と共に、ブルゴーニュ公フィリップ二世に引き取られ、1403年に、母がイングランド王ヘンリー四世と再婚して、イングランドへ行った後もフランスに泊まった。1410年にアルマニャック派が結成され、長兄 ジャン五世が加わると、先代オルレアン公、ルイの娘で、オルレアン公、シャルルの妹かつまた十枚にあたるマルグリット、ドルレアントリシャールの婚約が決まり、合わせて、オルレアン公、シャルルの娘ジャンヌとジャン五世、リシャール兄弟の老いにあたるアランソン公、ジャン二世の婚約も決まった。1420年、長兄と共に、パンティエーブル家のオリビエドブロアとその母マルグリットに、 主領をと称して招かれ、シャント僧城に幽閉された。直ちに銀子ジャンヌをはじめとするドルー家の家臣団が出動、城を包囲された、パンティエーブル家は降伏し、ジャンゴセイラは解放された。1423年、婚約通り、マルグリット・ドルレアンと結婚し、間に7人の子女を設けた。この結婚に伴い、妻のいとこにあたるフランス王シャルル7世により、エタンプ博に助せられ、 ゴワチエの荘園も与えられた。しかし当時は100年戦争中で、エタンプ伯領はシャルル7世の陣営と敵対する、ブルゴーニュ公フィリップ3世の占領下にあったため、伯爵位は名目上のものであった。また、エタンプ伯領は、ブルゴーニュ公の重帝、ジャンド・ブルゴーニュが、相続権を主張していた。エタンプ伯領は1435年にようやく、リシャールに譲渡された。 1438年、クリスソン城にて没した。ミロスラフ・マーク・リチャード・クト・デバー・トゥー・エーヌ・シャンペーン・デベノン・ディ・エイ・タンプ・デ・マンツ。ジーニアロジー・ユエブ・2013年1月1日閲覧。エチュベリー・ P59 ・ P62 ・シミズ・ P35 ・ P36 ・キド・ P99 ・エチュベリー・ P114 ・ P115 エッチュベリー P121 清水 P65 ありがとうございます。